こんにちは、金子でございます。ということで今日なんですけども、釣りにやってきております。でいつも僕って船釣りじゃないですか。今日はね、原点に帰って防波堤からお魚を釣ってお昼ご飯作っていこうかなと思います。もう釣れる魚は何でも来いみたいな、特にこれを狙っていこうってあんま考えてません。で釣り方なんですけど、ここはね網エビが禁止の場所なのでサビキはできません。で投げ釣りもちょっと港の中なんで、ちょっと船がいっぱいありますんで、あの船の迷惑になっちゃうと思いますんで投げ釣りもしません。ということで今日は僕の一番大好きな釣り、胴付きの落とし込み釣りをやっていきたいと思います。胴付き釣りってどういう釣りかというと、こう重りがついてて、でその上に針がついてます。こんな感じで、でここにエビをつけて、でそれで堤防のこのヘチですね、そこに落とし込んで堤防のヘチについてるお魚を狙うという釣りでございます。で餌がですね、今日は僕こういうの持ってきました。この魚はウグイなんですけど、こちらこれね、泳がせ釣りかなんかやろうかなと思って持ってきたんですけど、まあ今日はやりません。なのでエビですね、萌エビ、これがね釣れるんですよ。萌エビとあとゴカイも持ってきてますんで、王道の2種類の餌でやっていきたいと思います。僕はね尻尾ちょんがけでやってます。ちょんとこういう風につけて、そうするとエビが海中の中でパタパタしますんで、これで魚を誘ってくれる役割もありますね。よし、やっていきましょう。多分ねすぐ釣れると思うんですよ。いきます。ちょっと竿長かったかな。あ、来た。あ、来ました。すぐでした。なんだこれ。おお、早速ごちそうゲット。君か。しかもいいサイズだ。小サイフグですね。フグがいっぱいおるか。このフグは内臓と皮に毒があるんですけど、身には毒がありません。なので免許があればさばけます。一応僕免許あるんでこれさばけます。持って帰って食べたいと思います。試し釣りしてフグ釣れてました。さあ、じゃあちょっともう少し歩いて深いところ行きましょうか。この角ね、こう落とし込みってね、これ角のところがね熱いイメージがある。なんかちっちゃい魚がもうおるんだよな。あ、深いな。4メートルぐらいありますね。あ、来た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 。おい、あー、かからなかった。楽しい。はい、魚来た。よいしょ、来た。あ、来た来た来た。あー、なんだった今。さあ来い。来た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 。お、なんだなんだ、何これ。あ、ベラちゃんね。出ましたね。これは釣り人からはまあそんな好かれてる魚ではないんですけど、実はねこの魚結構うまいんですよね。これ何ベラだろう。笹の葉かな、ハグロかな。でもいいサイズですね。これを持ち帰って食べましょう。久しぶりだな、ベラ食べるので。ベラってよく釣れるんですけど、かなり危ない魚なんですよ。歯めちゃめちゃ鋭いですよね。これ本当に危ないんで、針外すときすげえ気をつけてください。でこうやって背びれもね結構痛いんですよね。毒はないんですけど、こう刺さるとばい菌入ってきて腫れてきちゃうときありますんでね。いや今日はちょっと大量の予感ですよ。今のところ小サイフグとベラが釣れてます。まあ、目標はね五目釣り、5種釣りたいですね。まあ、あと根魚系が欲しいかな。カサゴとかさ、メバルとか。もうすぐ来る。うわ楽しい。これなんだ。お、ちっちゃめのベラ。この子はちっちゃいんでリリース、ありがとう。うん、なかなかこの餌取りと言われてる2種類だけですね。うわ、ここ釣れそう。これ釣れるよ。あ、でも当たりはちっちゃい。来た。よし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 。なんだなんだこれ。お前、お前しかいないな。笹の葉ベラ。まあでもこんだけ笹の葉ベラ釣れるんだったら、今日は笹の葉ベラでフルコースっていう企画でもいいですけどね。お、来た。ちっちゃいな。なこれ。はあ、お、3種類目。こちらカサゴちゃんですね。まあ大体どの防波堤行ってもこの子はいますよね。でもちょっとかなりちっちゃいので、この子はリリース。飲み込んでもないし。えっと、おお、引くな。え、何こいつ、何これ。4種類目来た。え、これってさ、あれじゃないの、コブダイの子供じゃないですか。絶対そうだよ。こいつコブダイですね。一見ベラっぽいんですけど、コブダイのちっちゃい頃ってこうやってコブがなくてベラみたいな魚なんですね。あと1種類で5目達成ですね。ん、ちっちゃいな。お、ちっちゃい。なんだこいつは。アナハゼですね。5品目達成。この GoPro で海の中覗いてみましょうか。よし、いってらっしゃい。
はい、というわけで、まあこんなもん釣れましたね。ベラが 1,2,3,4 ベラ4匹の一番大物、コブダイの小さいやつ、それと小財布ですね。これで飯でも作るかな。そしたら家に帰って調理していきたいと思います。それじゃあ帰宅で帰ろうとしたんですけど、港の漁師さんが魚くれるっていうみたいなんで、すいません。え、いいんですか。マジっすか。見ていいですか。うわー、すげえ。これ全部アナゴですか。でっか。今日ハモがいる。ハモとあとメイタカレーもあそこちっちゃいのいますね。すげえ。こんなアナゴがうようよ泳いでる絵初めて見た。いいんですか、本当にいただいて。マジっすか。じゃあハモいいんですか。嬉しい。今ハモめちゃくちゃうまいですからね。久しぶりだな、ハモさばくの。ヘラご飯だと思ったけど、まさかのハモが。大きいやついいんですか。大きいやつもらっていいんですか。ありがとうございます。こいついきますか。マジか。でっけー、これ。でかっ。ハモはね、結構歯が鋭いんで、ほらこの歯でね、噛むんですよね。ありがとうございます。1本いただければありがたいです。ただいま、ということで帰ってまいりました。本日の食材、まずこちらですね。僕が自分で釣ったやつ、小さいフグとベラ、そしてコブダイの子供ですね。そしてまさかの漁師さんにいただきました大きいハモ。こんなもんいただいちゃって本当にいいのかなって思うんですけどね。ありがたい。また今度お礼しに行かなきゃ。そして今日はこちらのお魚使って、まあ、ハモでもう湯引きで梅肉で、コブダイとベラ、ここは昆布締めでいきますか。でこちら小さいフグ、実は美味しい小さいフグです。こう釣りだとハリスを切っちゃうんで厄介者扱いですけど、実はうまいんですよね、小さいフグ。小さいフグで、まあ、唐揚げにしましょうかな。そんな感じのラインナップでやっていきたいと思います。なんでハモは開きに、釣ってきた魚は頭、内臓、鱗、これ全部取っちゃいます。このベラだったらずっと釣れましたね。でこのお魚たち実は美味しいんですよね。上手にさばいてあげればお刺身の一人盛り作れちゃいますんでね。取れたてピチピチですわ。でベラとかこういう歯が鋭い小魚の鱗取るときって、頭持ってこうガシガシやると牙が手に当たって痛いので、そういうときはエラの中に指突っ込んでこう持ちます。こうです。こう持ってこうやって落として、はい、そしたらコブダイの子供、これ釣れたのはラッキーだったな。で子供がおるってことはあそこに大きいのもおるのかな。もしかしたらいるかもしれない。で今日行った防波堤はね、かなりポテンシャル高い防波堤でしたね。夕間詰めとか朝間詰めに行ったら本当に大きいヒラメとかマゴチとかアオリイカとか狙えそうですね。すごくいい防波堤でした。よし、そしたら小さいフグ行きましょう。小さいフグはここでガツッと落として、でビーッと剥いちゃいます。そしたらこんな感じにむき身にできましたら、尻尾切っちゃいます。尻尾とヒレ、皮が有毒部位なのでこの尻尾もヒレも有毒になりますんでね。はい、こんな感じ。そしたらここですね、ちょこっとついとるこの白子、これも取っちゃいます。身だけの状態にしていきます。こんな感じですね。はい、フグのむき身の位置分かり。そしたらこのお魚たちも、まあ、頭落として腹だけ出しておきましょう。結構餌食べてると思います。ほら、コブダイね、ガリガリしたもの食べてますね。牡蠣とか食べてると思いますよ。釣ってきて家帰って疲れてても、もうね、お腹だけは絶対出しておいた方がいいですよ、本当に。これ見てください、これベラね、こんだけ食べてますから、この匂いが身に全部移っちゃうんですよね。ちゃんと処理すれば美味しいんですよ。頭取りの完成ですね。よし、お次はハモちゃん行きましょうか。本当はハモ池の状態でさばいて、ですぐに骨切りした方が骨切りはしやすいんですけど、ちょっと死後硬直が始まっちゃってますんで、今日は開いて背びれだけ取って明日食べる直前に骨切りしましょうか。よし、目打ちで固定して、まずちょっとお腹見てみましょうか。お腹の中は何だろうな。うわ、綺麗なお腹だな。卵が入ってますね。ひらひらっとついてる。一見内臓脂肪に見えるんですけど、これハモの卵ですね。
で、ここに浮き袋がついてます。これがね、ハモの浮き袋です。長いんですよ。で、血綿をきれいに取ります。ゴシゴシゴシと。よし、そしたらさばいていきます。ヒレの上から1本入れて、で、背骨を落とさずね、ここら辺で止めます。そしたら腹骨を切ってさーっと開いていく。ハモはうなぎとかと違って骨がね、こう三角に入ってますんで、おろしやすいんですよね。あ、やべ、ちょっと貫通しちゃいましたね。よいしょ、ちょっとここ貫通しちゃった。うわー、残念、ミスった。で、背骨を外すと。はい、こんな感じ。そしたら落として、こうなりました。で、腹びれを取っていきます。腹びれは僕結構ね、斜めにしっかりと取っちゃいます。ヒレだけ落としてもヒレの骨が身に残っちゃいますんで、そのヒレの骨も一緒に取っちゃうイメージですね。こういう感じで。そしたら腹骨が両サイドついてますんで、腹骨を取っていきます。うわ、すごい、身が締まっててうまそうだな。これはね、本来京都の料亭屋さんとかに行くぐらいのハモだと思います。すごいいいハモ。よし、腹骨が取れました。背びれ取っていきます。で、背びれのここですね、取っかかりを作って、で、取っかかりができたら押さえて引っ張って抜いていきます。これがね、結構コツがいるんですよ。難しい作業です。きた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 来た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 。ほら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 、これが正解です。これを切らないように。うおー、気持ちいい、気持ちいい。わかりますか、ヒレだけじゃなくてこのヒレの下の骨も取れてるんですよね。これが大事なんです。あー、ちょっとここ割れちゃったのがすごい残念。ほんで、そしたらこの中央にもまだ骨が入ってるんですよ。なんで、この中央の骨を外していきます。わかりますかね、これが骨です。ビビビビビッと。はい、そしたらこういう感じになりました。真ん中に隙間が空いてるんですけど、皮1枚はつながってるよっていう状態ですね。で、裏めくってみると、こう背びれも取れてて、背びれの骨もこういう風に抜けてますよという状態でございます。そしたら食べる直前に明日チャク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 と骨切りしていきたいと思います。では、おやすみなさい。はい、では1日経過しましたと。これが僕の釣ってきたベラちゃんですね。まだピンピンです。で、これが小サイフグですね。もう磨きにしてあるんで食べるだけで。これがあと骨切りするばっかのハモ、いい感じにできております。よし、そしたらハモは後にして、まずはこの唐揚げ用のフグ、これの下味をつけていきましょう。小さいので切らずにこのままでいいでしょう。で、下味がつきやすいようにちょっと切れ込みだけ入れます。横にこうやって 1,2,3 本ぐらい。また綺麗です、身が綺麗。お刺身でもいけるぐらいの鮮度ですね。 1,2,3 と。このように切れ込みが入りましたら、ボウルに日本酒で、生姜で、ニンニクすりおろします。お醤油をちょっと入れます。で、ここに漬け込んでいくと。こちら冷蔵庫入れておきます。はい、ではちっちゃい魚さばいていきます。まずは昆布鯛ですね。こちらも大名おろしでいいと思います。さっと柳包丁でさっと大名おろし。あ、やっぱね、身が柔らかいですね。昆布鯛って食べたことあるんですけど、やっぱちょっと水っぽいんですよね。どうしてもちっちゃくてもやっぱ水っぽいですね。ベラはどうかな。笹の葉ベラもね、ちゃんと食べたことはあったかな。多分1回2回ぐらいあったと思うんですけど、そんなに覚えてないんですよね。まずくはなかったイメージなんですけどね。よいしょ。もうこの笹の葉ベラだったらもう何匹でも釣れました。落としては釣れる、落としては釣れるでしたね。結構そういう釣り場って多いと思います、ベラエリアといいますか。
で、このベラって歯だけじゃなくて背びれもかなり鋭いんでね、こう結構ね釣れた時困りますよね。あ、でも本おろしの方が綺麗にさばけますね。でも魚ってちっちゃい魚の方がさばくの圧倒的に難しいですからね。特にこのベラってちっちゃいのに骨がめちゃくちゃ硬いんで難しいですね。はい、そしたら皮引いていきます。尻尾の方からシュッ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 と。ベラ系はね皮がとても強いので引いちゃった方がいいと思います。ちょっと鱗がついてますけど、これは後で取りますんでね。はい、次こちらコブダイですね。おー、うまそう。コブダイ身が綺麗ですね。よいしょ。はい、このようにおろし終わりました。そしたらこちらを塩水で洗っていきます。はい、洗い終わったら水気を切っていきます。はい、綺麗に掃除できました。そしたら昆布に日本酒をちょっと垂らしてぬり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 と。で、そこに先ほどおろした笹の葉べらと昆布鯛を並べていきます。で、上からも昆布をプレスと。まあちょっとはみ出てますけどいいでしょう。30分ほど冷蔵庫で寝かしたいと思います。よし、ではハモの骨切りをしていきましょうか。本日のメインディッシュですね。でね、ハモの骨切りって本当に難しいんですよ。僕もねそんな上手じゃないので多めに見てくださいね。で、この包丁でいきます。ちょっとまず尻尾の方で練習します。で、ハモってなんで骨切りするかというと、この身にねすごい骨が入り組んでるんですよね。もうね、抜こうと思ってもこう結構複雑に入ってるんですよ。ここに2列あって、ほんでまたさらに厄介なのがこの皮目、身と皮のギリギリのところ、ここにも骨がついてるんで、しっかりと骨切りは幅を細く、そして皮ギリギリまでちゃんと切らないとダメなんですよ。それが難しい。ちょっと練習します。これ切りすぎです。あ、これダメです。浅すぎます。これダメですね。下まで行ってないです。これもちょっと浅いです。これ切りすぎです。うわ、難しいな。ちょっと斜めにこう入れていく感じですね。これ、これ完璧です。これが完璧。こんな感じ、いい感じですね。まあちょっとは分かりました。さあ本番いきましょうか。うー、緊張するな。まな板のキワキワ、ここら辺でいきます。ここら辺からピタッと伸ばしてビチッとハモをくっつけて、よし動かんな。よし、いきます。お、かろうじてつながってる。ちょっと太いかな、まだ。うん、ちょっと切れてしまってますね。いい感じですね。まあちょっとここら辺切れちゃいましたけど、うん、この切れたところでこうやって切り身にしてあげれば、まあ、これうまくいきましたね。ちゃんと皮ギリギリで切れてますんで、ちょっと分かってきたな。ああ、こうだ。こんな感じだ。後半コツ掴みましたね。こんな感じ。しっ
かり皮ギリギリで切れてますね。うわー、もう一匹やりたかった。次はもっとうまくできそう。めちゃ楽しい。はい、そしたらこちらを湯引きしていきます。そしたら沸騰したお湯にお塩、そして日本酒もちょっと入れます。はい、そしたらハモを皮の方からちょこっと入れてさーっと湯引きしていきます。あんまり火を入れすぎないように、まあ、大体10秒ぐらいでいいと思います。粉も、そしたら氷水にちょこんと、でいっぺんに入れちゃうとお湯の温度が急激に下がっちゃいますんで、一つずつ一つずつ丁寧に丁寧に湯引いていきます。うわー、うまそう。夏が来たな。はい、こういう感じでどん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 湯引いていきます。はい、では湯引きが終わりました。そしたら今から梅肉ソースを作っていきます。そしたらお好みの梅干し、今日は面倒なので種抜きを使います。そしたらこちらを叩いていく。そしたら叩いた梅を裏ごししていきます。まあ、めんどくさい人は裏ごししなくてもいいですけどね。滑らかな梅肉ソースが作りたい方は裏ごしした方がいいかもしれません。よし、 OK。 はい、で裏ごしできましたら、お鍋にお酒、そしてみりん、大体1対1ぐらいですね。でアルコールを飛ばします。そしたら裏ごしした梅干しの中に入れていきます。で混ぜ混ぜと、硬さはお好みです。僕はこのぐらいですね。そしたらお皿にハランを置いて、湯引きしたハモで、梅肉ソースはこうやって袋に入れて、袋の先をちょこっと切って絞り器みたいにして、こうチューッとやると綺麗にのせることができますね。チュッと、よいしょ、こんな感じですね。そしたらほじそ添えて、食用菊も添えたら、はい、こちらハモの湯引きの完成。はい、そしたらフグの殻に切っていきます。ジップロックに片栗粉、下味をつけた詳細フグ、これを入れていきます。空気を含ませて閉じて、カシャ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 カ。はい、そしたら油にポンと、はい、このようにカラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、そしたらこちら昆布締めもいい感じですよ。いい感じに透き通っておりますね。ほら、こう結構ね、乾いた感じになってるんですよ。これが昆布締めです。お皿に大葉、ちょっと曲げてこういう風に盛り付けていきましょうか。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらがハモの湯引きですね。めちゃくちゃうまそう。こちらが詳細フグの唐揚げ、これもうまそうです。でこちらが、この2枚が昆布台ですね。でここが笹の葉べら。じゃあまずは繊細なものからいきたいんで、昆布締めからいきます。じゃあまずこちらの昆布台からいきましょうか。醤油にちょうどつけていただきます。めちゃくちゃうまい。まだプリップリですね。昆布鯛の水っぽさが、やっぱり昆布締めしたことによって、いい感じになってます。ただちょっと、この中骨がきついですね。ちっちゃいから気にならないかなと思ったんですけど、ちょっと中骨きついです。これ抜くか割った方が良かったですね。味はとても美味しい。次、笹の葉べらですよ。これが美味しかったら、もう今後持ち帰る人続出すると思いますよ。醤油につけて、いただきます。痛い。あー、けどうまい。味は昆布鯛より笹の葉の方が僕好きですね。昆布締めにしたからこんなに旨味が強いのかな。それとも笹の葉べらが持ってるこの旨味なんですかね。甲殻類みたいな香りがしますね。ただこれ中もね、めちゃくちゃきつい。口の中入れたら痛い。あんなちっちゃい魚ですけど、めっちゃきついです。そこだけですね。うまいですよ。ではお次はこちら、ハモの湯引きいきましょうか。ふわふわですよ、この大ぶりのハモ。
このサイズが一番うまいです。いただきます。うわうめえ。やばいですね。脂むちゃくちゃ乗ってます。でこの梅肉ソースとやっぱ合うね。で骨もね切れてますね。ちょっと下にちょこちょこっとは当たるときはあるんですけど、全然喉に引っかかったりだとかするような感じではないですね。まあ、プロの方はもっとね細かく切ると思うんですけど、まあ全然自分で食べる分には OK。 おっしゃる次こちら小菜フグですね。これがね何気にすげえ楽しみ。いただきます。うめえ。お前をつけて最高で、小型のフグって身離れがすごくいいんですよ。骨がツルツルツルと取れるんですよね。すごく食べやすいんです。でね、小菜フグの唐揚げはこうマヨネーズをたっぷりつけていく、これが最高です。うまっ。はい、ということで今日はこちらの自分で釣ったお魚と漁師さんにいただいた刃物湯引きときましたらお飲み物、こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん。銀色のやつ、銀色のやつにも力が入りますわな、こんだけうまいと。でも今日は運転がありますのでフリーで行かせていただきます。本当はアルコール入りが飲みたいけど、こちら七大さんしっかり決めていく。いただきます。かー、うめー、最高です。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は自分で釣った魚といただいた魚でお昼ご飯作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかったですね。まず釣り人の皆さんびっくりしたと思います。笹のハベラお前うまいんかいと。あの魚うまいですね。やっぱり一番大事なのは釣ってきたその日に内臓だけ出す。あれ内臓出さないと身に内臓のあの臭い匂いが全部移っちゃいますんで、特に腹の肉なんて食べれたものじゃないと思います。釣ってきて家帰ってきたらすぐに腹だけ出しちゃう、これ大事だと思います。で小菜フグの唐揚げはもう僕うまいの知ってるんですよ。もうあの魚はマジでうまいです。ほんでハモがうますぎましたね。もっと食べたかった。めちゃくちゃ大きい1本ですけど、あれ1本平気で食べれちゃいますね。職人さんみたいにあんなシャッ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 とはできませんけどね。自分なりにやってみました。とても楽しい1日でした。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。